今、この日本では、信教の自由が国民の権利として保障されています。誰でもイエス・キリストを救い主と信じ、自由に教会に行くことができます。しかし、キリスト教が日本に伝わったとき、そうではありませんでした。イエス・キリストを救い主と信じることが、命がけの時代がありました。そして、今日皆さんと巡っていくのは、そんな時代に命を賭して神様を信じ続けた26人、日本26聖人の物語です。1549年、キリスト教はイエズス会のフランシスコ・ザビエルを通してもたらされました。そこからキリスト教は驚くべきスピードで日本中に広まっていきました。織田信長がキリスト教を貿易の観点から保護したことも一つの要因とされています。しかし、時の権力者が豊臣秀吉に変わったことから、キリスト教徒を取り巻く環境は大きく変わっていくことになります。急速に広まっていくキリスト教を外国からの侵略行為と捉えた秀吉が、キリスト教徒を迫害し始めたのです。そして、1596年10月19日、スペインのガレオン船サン・フェリペ号が土佐沖に漂着したことをきっかけとして、26人の運命は大きく変わることになります。豊臣秀吉は京都に住むフランシスコ会員とキリスト教徒全員を捕獲して長崎で処刑するように命じたのです。最終的に24名が捕獲され、途中で2名が加わり、26名となった一行は約1ヶ月をかけて長崎へと向かっていきます。26聖人の旅は京都から始まりました。彼らを長崎の地で処刑することに決めた秀吉は、日本各地で彼らを見せしめとして引き回すことを命じます。その時増え始めていたキリシタンたちの信仰を失わせようとしたのです。その始まりの地がここ、京都府京都市にある一条戻り橋です。現在では京都市内の街中にかかっている一見すると何の変哲もない小さな橋ですが、この戻り橋は彼らの旅を語る上でなくてはならない場所なのです。処刑地までの旅が始まろうとしていたその時、26人にはこの処刑から逃れることのできる最後のチャンスが与えられました。役人は言いました。もしこの橋を渡らずにお前たちが信仰を捨てるなら、処刑は免除され自由になれる。しかし信仰を捨てずこの橋を渡りきるなら、もう戻ることはできないと。信仰を捨てずこの橋を渡り処刑されるか、この橋を渡らず信仰を捨てるか、という選択が与えられたのです。そして彼らは迷わず全員がこの戻り橋を渡っていきました。ここから彼らの長崎までの旅は始まったのです。